マスカットナイト。マスカッツ今日の中継。皆さん片付けてると言うんだから、まあまあ、やっぱりこのコーナーで評判いいんですよ。評判いいんですね。やっぱみんな見たいみたいね、はいはいはい、このマスカッツのメンバーの家が。なるほどね。じゃあ早速ちょっと呼んでみましょうか。現場のアゴネー。アゴネーが言ってんのね。あ、美穂さんこっち行ってた。はい、これが別件でございましてね、チーク入ってるね、綺麗にね。今日初めての中継にやってまいりました。あ、近い。何ですか美穂さん、中継はやっぱテンション上がりますか。はい、テンションですか。うん、テンションちょっと上がって、人の部屋に入って侵入。え、上がってます、上がってます。侵入するのはちょっとワクワクしております。はい、あんまり人の家行かないんですか。え、何ですか。耳が悪いんだよ、耳が。鼻が悪いのかな。え、鼻立つんだよ。中継向きじゃないの。音楽やってんのに。ねえ、今日誰の家なんでしょうね。なんか、ね、暗い感じの、なんかね、Eマンションっぽいですよね。うん、玄関が黒。ちょっと、あ、でも高級っぽいよ。高級マンションだね。ね、この扉の感じ。うん、これは稼いでるな。まだわかんない。わかんの？稼いでるよこれ。稼いでますよ。ね、いいマンションですここは。ね、ね、全然わかんないね。え？ちょっと。お、葵？え？葵かな？そうなの？いや違う。あのドア違う。違う。違うのね。はい。そっくりの。え？部屋番号に住んでる人いる。はい。そうじゃない、あ、そうじゃない。じゃあ入りましょうか。行きましょう。え、マジですか。また葵はなんか清潔な感じで、まあ、綺麗そうな感じもするけど。来ました。いやいやいや、すげえ綺麗だ。あ、綺麗。いやー、うわ、何これ。靴が何にもないです。うわー、偉い偉い。何にもないです。綺麗。あ、でも収納ちゃんとしてるんだね。どうしたのこれ、何。あれ、なんか、あ、何、猫ちゃんが、猫、あ、かわいい。あ、猫ちゃん、あ、なんか猫飼ってるんだ。あら、猫来た、かわいい。猫ちゃん、あ、バレるすごくだ。あら、猫ちゃん、みほさん猫好きだから。みほさん猫好きなんですよ。だからこんなにテンション上がってるの。かわいいですね。猫邪魔だから外出しちゃってよ。逃げちゃう、逃げちゃう。葵の家は猫と暮らす 1LDK。 美穂さん、ちゃんと面白くリポートしてください。すごく綺麗ですね、中は。猫越しかな。一つ目のお部屋がありますから。ちょっと開けてみますね。ちょっと行ってみたいと思います。おお。声早く早くねえか。開ける前から今おおだった。あら、綺麗綺麗ですね、すごい綺麗。かわいい。ベッドも綺麗にして。全然汚くないです。あら、かわいいです。シミない、シミ、シミないの。ちゃんとしてる。シミはシーツ、そういうのないみたいですね。ベッドの下とかもなんか変な入ってない、ね、下の寝室といったら入ってないかな。下見て。下あ、ない。下ってそこじゃねえんだよ。ベッドの下。にゃこちゃん下。もうね、にゃこちゃんと下がない。下の何も入ってないです。ほこりもない。あ、にゃこかわいい。かわいいね。すごい綺麗だな。かわいい。かわいいね。かわいい。猫かわいいね。映り方を知ってるね。かわいいね。かわいい。かわいいね、本当にね。ね、かわいい。何やってんだよ。猫と遊ぶおばさんはいいんだよ。ちゃんとやって。なんかないの、あれは。こっちに広そうなお部屋があるので、ちょっと行ってみたいと思います。広そうなお部屋。リビングですね。リビングね。おー、綺麗。入る前に言って。綺麗、綺麗。ちょっと、すごい。ちょっと綺麗すぎるよ。何にもない。綺麗ですね、もう無駄なもの全然ない。探してよ、なんか、うん、あ、これ冷蔵庫だね。あ、そうね、これは来ますよ。さすがに冷蔵庫の中はね。あ、綺麗。なんかね、タッパがいっぱい入ってますよ。綺麗。うわー、すげー綺麗。これ、あ、こ、わー、大きい、いいや、大きいタッパがあります。なんでしょ、これ。開けて。なんだ、なんだ、なんだこれ。それはあれじゃない。あ、そうなんだ。ぬか漬け。なんだ。そう、ぬか漬け。はい。まあ、いい女だな。いい女。くっさっ。そりゃそうだな。ぬかだからね。そりゃそうだ。
食べてないですよね。ぬか漬け、ぬか漬け食べるもの入ってないです。ちょっと使ってるかどうか入ってない。え、何使ってんの。ダメ、触らないでください。キュウリとかナスとか入ってるのかな。あ、なんか入ってる、なんか入ってる、なんか入ってる、すごいすごい。もう昆布しか入ってない、はい、本当にそれ大切なんで。そうだね、これ大切なの。ちょっとでも何も入ってないですよ。あ、最悪。ないない、最悪だよね。何も入ってないの。あ、な、あ、ニンニク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 が1個、はい、ニンニク1個入ってました。これそれ食べてみ、うん、使ってる。これ、これ、これそれ食べてみて、うん、使ってる。あ、やだやだやだ、あれ、え、くっさくっさじゃないんだな。違うでしょ、リアクションが絶対綺麗綺麗。もう潔癖症の域だよね、これ。ちょっと潔癖入ってる、病気だこれ。ちょっと入ってるでしょ。あ、みよさんも手はよく洗うね。あの人も潔癖症だよ。みよさん、ないない、手洗わないでいろんなとこ触った方が面白かったんじゃないの。それでチャンスだった。なんで洗っちゃうんだよ。時間を汚すチャンス。ちょっとバッチかったんで、ちょっとそれで来るんじゃない。洗わない方が良かったですか。いや、ほら、一応ほら、これ住人の嫌がることをするのがさ、なんか裏のテーマじゃない。まあ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 ね。まあまあね。ちょっと手を動かしてる。もっとなんか、みよさん、他の場所じゃない。そのほら、なんかいじりがいのあるさ、なんかあるじゃない。何にもなくてね。あおいさん、引っ越したてらしいんで。あ、物があんまり。そっか、引っ越したんですね。そうか、引っ越しはした方がいいんじゃないですか。あ、なるほど。そうですね、そうだそうだ、引っ越しましょう。そうだそうだ、引っ越し祝いね。じゃ、引っ越し祝いして。じゃあ、いいです、大丈夫です。綺麗なお家でしてあげて、ね、これこれ、あ、これ何、あ、それやっちゃう。これをちょっと、これ例の恒例のね、うん、例のね、これこれはもうやりがいありますよ。ソファー、これはソファーから、これなんだこれ。あー、美味しそう、きなこ餅。見た、これ、じゃ、これね、これちょっと、お祝いと言ったらね、うん、あ、美味しそうですね、これ。そうだね、白いテーブルだし、いいね、うん、うんうん、じゃ、これいただきますね。食べた食べた、普通に食べた。おいしい、ちゃんと、ちゃんとタッパに上で。おばさんがきなこ餅食べてる。ちゃんと、いや、礼儀正しいんだけど、そういうんじゃないじゃん。見てなかったかな、なんか。そうそう、きなこつけてね。いっぱいつけて。きなこいっぱいつけて、きなこたくさんね。これやりましてね。そうそう。そう、あ、いい、そこまでいいよ。うん。食べた。相当食べた。いや、だからそれ、下一切汚れてないのよ。キューじゃないの。いや、それは。自分の好みじゃん、もう。わかる、これ。葵も複雑だと思うよ。そうだよ。なんかリアクション取れないし、なんか、やめてとか一言も言えないしさ。静かだもん、葵。あ、皆さん好きだって。あ、これ、これ、これ何ですか、まさか。あ、例の？もう一個汚れるやつ？これはね、最悪のやつ？これはやだよ。うわっ！ケジャン？ケジャン？ケジャン。あー、これ。これは汚れる。ちょっと私あんまりあのカニが好きじゃないんですけど。あー、そういうことじゃないんだよ。ちょっとこれ苦手なのに。違うものさ。じゃなくても、あ、ごめん、ちょっとあの、ダメダメダメ、食べた好き嫌いいいから、なんかとりあえず触ればいいよ、とりあえず触ればいいよ。切れてんじゃん、俺、切れてんじゃん。触ればいいよ、切れてるな。そうそう、触ればなんか生まれるから、なんか嫌だな、でもこれじゃないの、ブレちゃってるね、すんげえブレてるよ。ああ、用心深く食べてる、食べてるけど、食べさせるんじゃないんだよ。綺麗に食べるな。うんうんじゃない。なんかあんまりリアクションじゃないんだよ。なんかあんまりその手をこういうの見たいな。その手舐めない、ティッシュ使わない。手を汚すんだよ。テーブル触るよ。テーブル触るのよ、それで。葵の家が全然汚れてない。嫌がってないよ、葵が。嫌がってない。でも葵が嫌がることして。ね、リアクション取らせてあげてよ。みおさん、さっき運動不足らしいので、うん、あ、はいはい、ちょっと、あおいさんち広かったんで、ちょっと運動させてもらえる。あ、これやりましょうか。何？これこれこれね、これ。何？あの、バッティングマシンで。ちょっと、待って、あれ、本格的なやつ。何これ？何？あんなの？バッティング？
昨日気をつけてよ。テレビ出しやでバット。あれは思いっきりカットバスってこと？そうね。でボールがどっか当たればいいんでしょ。ちょっと確かに部屋でこんな打たれるの嫌だね。全然何もない。当たんないな。当たんないな。何を見せられてんの。いやだから部屋が全然別に何にもパニックになってないね。部屋がボールがなんか何かを当てちゃってとかそういうんじゃないの。ちょっとでも球がちょっと速くてですね、ちょっとあの42歳の私にはちょっと打てなかったんですけど、ちょっとすいません。すいません。謝って。当たらないと始まんないじゃん、神穂さん。でもちょっと、でも早かったのよ、ちょっと。美穂さんのせいでさ、なんかどっちだけみたいになっちゃうからさ。切れられてる。どっちだけなんか、マッコイ来ないから、なんか中継しょぼいみたいになっちゃうじゃん。ああ、そっか。それはまずい、それはまずい。そっか、あごねえのなんか演出不足みたいになっちゃうのか。ちょっとさ。いやこっちも結構頑張ってやってんだけどさ、やばい、頑張ってやってんだけど、ちょっとでもできないもんはさ、できないってしょうがないじゃん。結構1時間前くらいから打ち合わせしてんじゃん。何で開き直ってんの。そうだけど、何1時間打ち合わせしたら何にも1個もできてないじゃん、美穂さん。やばい、喧嘩しだした。結構か、私的にはね、頑張ってるつもりなんだけど。だちょっと美穂さんが思う、なんか葵が嫌がることをじゃあちょっと今してみてよ。何でもいいじゃん。何でもいいよ。なんか やればいいですか。やればいいですかってあのテレビのところにいろいろ置いてあるから、なんかあれをなんかするとか。あ何か何これ。バナナ。バナナか。バナナ、うん、それをどうした。それをここ置いた。バナナどうしたの。何急に普通にこれをどういうこと。どういうこと。どうすんのこれ。ケジャンの中にバナナを。ケジャンの中にバナナ入れて入れて閉めて。蓋閉めた。どうす、何それ。蓋閉めた。やめてって。何よこれ。なる以上ピー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 、ケジャンとバナナが一緒だったよ。ピーピーピー。やばい。なんでこれちょっと怒るよ。中継でした。あごねこれ怒るよ。怒っていいよこれ。ふざけんなよ。全力でやった今。全力でやったよ今。もうたまと撤収。撤収します。撤収。帰られちゃう。ちょっとちょっとあごね。ちょっと待ってよちょっと。これはもうダメだ。あーもう怒っちゃったね。あごね。あごね。キムさんちゃんとして。すいません。ついてなかったね。ちょっとね、なんかすごい損してます。そうだね。ね。まあ美味しくはなかったかな。まあ、部屋は汚されないで済んだんだけどね。だけどまあちょっとついてなかったってことで今日はさ、ハズレだね。なんか本当ごめんなさい。ハズレ。これお姉さんからもね。はい。もう本当ごめんなさい。うちのミスだこれは。